両耳が聞こえない作曲家として、知られるサムラ・ゴーチ、守る詩の、ゴーストライターを18年間続けてきたことを、公表した東邦学園非常勤講師の新垣、隆氏が、6日、東京都内で会見し、世間を、欺いていたことを謝罪した。新垣氏は緊張した表情で、会見場に現れた。関係者に促されて用意した謝罪コメントを、読み上げた。新垣氏は、私は、サムラ・ゴーチ氏に出会って18年間、サムラ・ゴーチ氏に代わって曲を、書き続けてきました。世間を欺いて発表してきました。私は共犯者です。と、自身を厳しく断罪した。また、サムラ・ゴーチ氏の聴力については、私が接した中で、聞こえないと感じたことは一度もない。と、話し、サムラ・ゴーチ氏の聴力についても、疑問符を投げかけた。具体的なエピソードについて新垣氏は、私が、録音したものを彼が聞き、彼がコメントするということがあった。と、話した。サムラ・ゴーチ氏が、耳が聞こえないということを、装っていたという解釈で、良いかという、質問には、はい、と答えた。サムラ・ゴーチ氏について、そもそもの、関係が間違っていた。また、印税については、全く、関係ありません。ともらっていなかったことを、明かした。両耳が聞こえない作曲家として、知られるサムラ・ゴーチ、守る詩の、ゴーストライターを18年間続けてきたことを、公表した東邦学園非常勤講師の新垣、隆氏が、6日、東京都内で会見し、世間を、欺いていたことを謝罪した。新垣氏は緊張した表情で、会見